そこで本当に安定的なマッチングを求める方法をです、ね、考えた人がいます。えー、これがですね、1962年の、えー、とゲールとシャープレイという人の、ね、この2人で、 安定的なマッチングを導き出せるアルゴリズムというのを考案しました。写真のね、おじさまですけれども、リロイド・シャープレイというんですね、このシャープレイは2012年にこのね、マッチングの理論、他にもさまざまなですね、ゲーム理論における、協力ゲームという分野におけるですね、功績がありまして、ノーベル経済学賞を受賞しています。それでは安定的なアルゴリズム 1、えー、回マッチした後と、えー、お互いに分かれることがないマッチングを求める方法を一緒にですね見ていきましょうマッチングの問題を解くときに男性からプロポーズする、えー、アルゴリズムを考えてもいいし女性からプロポーズしていくアルゴリズムを考えてもいいんですけど、まあ、ちょっと日本的にここはですねさあファーストステップ最初のステップですけども全ての男性は各自が一番好きな女性にプロポーズします したがって、この例では、かなたくん、たつやくん、まさたかくんが、なんと、ななみちゃんに、ね、ななみちゃんめっちゃ人気。そして、ゆうだいくんは、はるかちゃんにプロポーズします。男子としてはですね、一番好きな人にプロポーズしたので、まあ、うまくいってもうまくいかなくても、もう後悔はありませんね。そして、かなたくんは、ね、 1>, 1位の女子、ななみちゃんにプロポーズしたんですけれども、ななみちゃんにとって、カナタくんは1位ですので、カップルが成立しました。おめでとうございます。ななみちゃんは、正さたくんと達也くんもプロポーズしてきてくれましたので、お二人にですね、ごめんなさいねと言います。ね、日本人なので優しくね、断ります。一番好きなななみちゃんにプロポーズをして、残念ながら断られてしまった達也くんと正さたくんですけれども、ね、2番目に好きな 人に申し込みます。なんとですね、最初に見たようにこの二人はね、好みが全く一緒ですので、また二人で一緒にですね、2番目に好きなはるかちゃんに申し込みに行きます。さあ、ここで、えー、はるかちゃんの好みを見てみましょう。ね、はるかちゃんはさっき、えー、ユダ大くんがね、最初に申し込んできてくれてるんですね。えー、そしてユダ大くんには待ってもらっていました。雄大くんは1位ではないのでね。 そして、今ですね、はるかちゃんにとってなんと2位の達也くんが申し込んできてくれたんです。まさたかくんも申し込んできてくれたんですけれども、3位ですね。ゆうでんくんと同じ3位ですので、このですね、3位のまさたかくんとゆうだいくん2人にごめんねと言います。 はるかちゃんにとって1位がかなたくんだったっていうことを思い出してみると、もうかなたくんはななみちゃんとね、相思相愛でラブラブでね、もう結婚を決めてしまいましたので、こう2位のたつやくんが自分にとっては最善の相手になります。そこでたつやくんとカップルになります。 さて、正さくんはね、2回も振られてしまいましたし、雄大くんも、え、ちょっと望みをつないでいたんですけれども、え好きなはるかちゃんに断られてしまいました。そこで、正さくんは、まずですね、3番目のトライアルでえ、3番目に好きなさきちゃんに、そして雄大くんは2番目に好きなあいちゃんに申し込みます。それでは、プロポーズされた側のさきちゃんの好みを見てみましょう。さきちゃんの好みが、え、降りてきます。正高くんは、何位でしょう なんと、さきちゃんにとって、まさたかくんは1位だったんですね。さきちゃんにとって、とてもね、幸せなプロポーズを受けることになりました。次に、愛ちゃんはどうでしょうかね。あちゃんには、雄大だくんが申し込んできてくれたんですけれども、なんと、愛ちゃんにとっても、雄大だくんは1位だったんですね。なので、とってもね、あちゃんも幸せな気持ちです。そういうわけで、愛ちゃんにとっても、1位の雄大が来たので、カップル成立です。 そういうわけで、全員の相手が決まったので、ここでマッチングが終了です。そしてそのマッチングの結果はですね、この左側に出ています。今見てきたゲルシャープレ方式で、えー、決まったマッチングは、パートナーチェンジがもう起きずに安定的だということが言えます。 さあ今日のまとめですけれども、今日ですね、ミクロ経済学の中から社会選択理論というのを勉強していただきましたその中のマッチングの中の、えー、さらにですね、ゲルシャープレンのアルゴリズムというものを勉強していただいたんですねそうすると社会選択のメカニズムということが分かってくると こうまあ、ベストな状況というか理想的なねアルゴリズムが分かることでよよりり良い精度設計をすするることができるようになります今日勉強していただいた、えー、ゲール・シャープレイの、えー、マッチングのアルゴリズムっていうのはこう安定的ですね出来上がってからお互いにこうパートナーを変いたいなとは思わないので安定的という特徴がありますがそれだけではなくって実は最初から正直に好みを申告すればいいという意味でいろいろ考えなくてもいいですよね。そういうい意味で対戦略性 これれも優れています社会全体の制度がこう本当にこの対戦略性を満たすようなつまり正直にみんながこうしたいですよっていう好みを打ち明けてくれてそれを調整すればいいっていうような仕組みが作れれば一番いいですよね。 こういうふうに一つのですね考え方一つのアルゴリズムを今日知ることで現在存在する制度を評価することができるようになったということを覚えておいてください制度設計を勉強するっていうことは世の中を俯瞰で見ることができるということになります 俯瞰で見るっていうことは、もう神様の目で見て、うーん、ここをもっと良くすることができるんじゃないかなっていうふうに考えることができるようになるっていうことなんですね。これをきっかけにですね、うんちょっと経済学を勉強してみたいなって思っていただければ嬉しいかなと思います。それではですね、またお会いしましょう。